皆さんこんにちは、しょうまです。今日はですね、テーブルを作るこんな動画をいきたいと思います。テーブル、100円均一でも揃うんですが、まあ、今回はですね、私ホームセンターで揃えました。ホームセンターの方がいい素材があるので、テーブルは末永く使いたいですから、いい素材を使っています。さあ、いきたいと思います。はい、木材を切ったりするのっていうのはちょっと面倒くさいので、今回は、ホームセンターのサイズをそのまま使っていきたいと思います。で、これのホームセンターで売ってました、こちらが18センチ、45センチの板です。100円均一でも45センチの板って売っております。こういうサイズの板が売ってますから、まあ、それを使っていただいてもいいです。ただ、100円均一の板はちょっと重いですよね。今回は僕は軽量にしたいと、こういうちょっとバルサ材よりも少し強いぐらいのラマンの板を使っています。まあ、そういう、なるべく軽いの素材を使っています。そして、パンチカーペット。まあ、今回黒を使ってますけど、ホームセンターだったらグレーのパンチカーペットを売ってます。そして、この G17 ボンドですね。G17 ボンド。これ僕はソスプレーを使っています。当然のことながらこういうものを使ってチューブでやっていただいてもいいです。まあ、動画の編集のこともあるので、これで使っていきたいと思います。じゃあ、いきたいと思います。まずはじめにですね、このカーペットに、パンチに、この G の17を、このように、まずこれで、乾かしていきます。これを乾かします。さあ、乾かしている間にこの板を4枚並べます。このように4枚並べます。しっかり合わせてくださいね。しっかり合わせてください。これ4枚合わせたら、これを、節約したい方はこういうチューブを買って塗ってこう伸ばしていけばいいですが、私はちょっと今回はこれをスプレーでガーッと。なんで片方だけ、前もデータで説明しましたけど、なんか片方だけ塗ってやるんじゃなくて、両方塗るかというと、こういう風にすることによって、こちらも塗って、貼る方も塗るとですね、そうするとまず剥がれにくくなります。これが一番重要なんです。さあ、この上に先ほどの、カーペットを貼りたいと思います。先ほどのカーペットをちょっと貼ってみたいと思います。このカーペットをこのまま、よいしょ、こうして、まあ、手伝いが楽ですね。このままこう貼って、あとはこれをしっかりと、よく押していきます。これで少し待ちます。もうこれで、ほぼこれでテーブルの足がほぼ完成したんです。はい、このように乾きました。このように折って、ここのちょうどこの継ぎ目のところを強く押して剥がれないようにしていきます。でまず、ここまでしたら OK です。さあ、ここからですね、この端をきれいに切っていきます。この端をきれいに切っていきます。さあ、カタナイフと、板をちょっと下に当ててみてください。これでですね、このままやったように、こういうふうにします。ね、これね、皆さんこれ今やってる最中は、何がどんなことができるかっていうのは、皆さんちょっと不安になってると思うんですけど、そういうのを買うのも全然ありなんですが、はい、少しずつ自分の使いやすいものを作っていくというのが僕はいいと思います。で、こうするとですね、このようにテーブルのこれでも板をここに乗せれば、ほら、これでテーブルの台になるわけです。ほら、十分これ台になります。そして、畳の時はこのように畳んでの時は全然大丈夫、便利です。さあ、じゃあ今度はですね、ここもこことここを、取り外し式のくっつけるように作りたいと思います。はい、今度はですね、このように、こういう角材がですね、ホームセンターにダイソーで取りました。ちょっとここ大体小さい板なんですけど、ここを使うとですね、まあ、いいのかなと思います。これをですね、こういう感じでまたこういったりなんですね、これここがこういったりこういったりなんで、これを何で貼っつけようかなと思ったんですけど、まあ、それこそボンドで貼っつけていきたいと思います。はい、いきたいと思います。まあ、これもですね、同じようにですね、もうこういうふうにしてこれで少し乾かします。ちょっとこのようになじませて、
で。僕結構雑に作る方なんで、綺麗に作りたい方はもっと慎重にやっていただければいいです。でこのまま少し乗ってこれくっつけます。このようにして、この際に合わせて。少し時間を放置します。さあ今度はですね、このファスナーテープというのを使います。これ100円均一で売ってます。これをですね使いたいと思います。いろいろ考えたんですけど、これが一番便利かなと思ってこれにしました。まず半分に切ります。この半分のタイプ持ってますけど、今日たまたまホームセンターに100円均一でこれしか売ってなかったのでこれにします。じゃじゃん。これをですね、先ほどのこの厚みを増したところにここに貼ります。このように貼ります。そしてこちらにも貼ります。気になるようでしたら、ここまで気にならないんですけど、こういうふうに切り揃えていただくと思いますね。はい、さあ、ここで初めて工具を使います。タッカーです。タッカー。この粘着だけでもいいんですけど、やっぱ剥がれてくるのが嫌なので、タッカーで、これ100円切ってたんですよね。これで、このように止めてしまえば、まあ、ここにもタッカーあったんですよね。これで OK です。これでマジックテープで、ね、しっかり止まりました。これで OK です。さあ、あとは天板との、これを打ち付けだけです。これをちょっと木に板にセンターつけまして、これをこのようにして、ここに合わせてバミリーを入れていきます。このようにバミリーを入れたら、ここにマジックテープをこのように貼ります。バミリーを入れたら、このようにマジックテープを貼ります。じゃあ、このマジックテープ貼りました。この板はですね、ちょっと比較的厚い板を買いました。厚い板を買いました。そして、さらにここに剥がれないようにタッカーを、じゃあ、このように。貫通しませんね。これが、ね、薄い板だと、貫通しちゃうんです。ただあまり買うときに注意ですけど、重たい板は買わない方がいいです。僕みたいにこの、ラマンとかこのバルサみたいに近いものを買ってください。それがこれでも、出来上がりです。こうするとここにこの辺つけると、ほらマジックテープができました。これすぐ持ち上がります。で組み立てからにこのようにしてこれでバラせます。そしてさらに今100円均一こういう、トラベルバッグという大きいバッグがありますので、ここの中にこれ持ち運び便利です。こんなテーブル簡単にできました。さあ、ここからですね、このままではですね、すごく味気ないので、ここに、装飾してみたら何やから、いろいろ考えたいんですけど、今からちょっと僕はアンティーク調に作りたいと思いますから、アンティーク調に行きたいと思います。さあ、このままでは味気ないので、ここからちょっと僕初の挑戦なんですけど、この、ワックスを塗りたいと思います。ワックスというか、塗料ですね。こういう形に、アンティーク調にしてきます。このままでは少し味気ないので、なかなか塗装塗ったりするのがすごく、難しいと思うんですけど、こういう今、アンティーク調のこういうワックス的な塗料が売ってます。こういう場合はですね、こういう布で、こういうふうに塗るだけなんです。それだけでほら、ちょっとアンティークチョウになってきません。だからこういう、これ、これも僕らもやっていきます。よし。こういう雑巾でこういう塗っていくだけなんですよね。これ塗料とか塗るのって、ムラができたりするとなかなか難しいです。これはもう関係なく、こういうふうに。ホームセンターでこれ売ってますからね、これ。こういう、オールドワックスって、オールドワックスとかホームセンターで売ってます。ほら、これで、ここのところも、ちょうどこの、継ぎ目のところも、このように、見えるところは塗ってきます。ほら、こんな簡単にこれで、こんな感じで、ほら、こんな感じで雰囲気出てきましたよね。さあ、今度は天板も塗っていきます。裏から塗っていきましょうか。適当に、こんなの、大雑把に。いけばいいです。なんか、手の方を作ってるっていうのも、なんか、数作ってる感じになってますけど。だからね、これね、塗ってくると、なんだろう、テーブルの色みたいに、無理なんだと思うんですけど。天板です。このままちょっと強く握りましたね。いい感じです。これあんまりやってみると分かるんですけど、意外になんか家の方からでもこうしたことしようかなと思うぐらい面白いです。簡単です。さあ出来上がりました。これをここに出来上がりましたら、ちょっとこれ乾かして
乾かして、まあ、いろいろ脂肪を抜いていきます。さあ乾かしたらですね、今度はですね綺麗なタオルで、あとはこれをこすってこのようにというような感じに拭き取っていきます。このように拭き取っていきます。拭き取っていきます。拭き取っていきます。はい、このように綺麗に拭き取ったら、このような形でテーブルの、足の部分が立って、まあ、もう綺麗にこのように拭いたものを綺麗に拭き取っていきます。はい、ここに1本入れますと、このようにすると、安定します。ですから、ここに1本を入れていただいて、ボンドかなんかでつけていただくと、さらに、安定感増したテーブルになると思います。はい、テーブルができました。ほら、こんな感じに、ほら、テーブルができました。これ軽いですよ。そしてちょっと下の方にしようと見せると、こんな感じです。はい。そして、こんな感じですね。ほら。そしてこういうこの前作ったマットなんかこういうふうに置いて、ちょっとこう皆さん集めてここでマジックしたりとか、ステージショーの時にこれでテーブルを使っていただいて、作っていただいても結構、使っていただいても結構です。まあちょっと欠点としてはここの幅が狭いので、少しぐらつきがあるので、ここの幅が広いのを使うともっとぐらつきがなくなるのかなと思いますけど、まあちょっと普通にこういうあのマジックのテーブルに使うにはすごく便利です。そして何よりもですね、組み立てがすごく楽なんです。ほら、こういうにして、ほらね、いいでしょう。もうちょっと汚くなっちゃいましたけど、これで簡単にテーブルが作れますので、ぜひね、こういうのを、まあ、こういう今時間がある時にですね、作ってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、一発目にね、いいものが作れるかっていうのはちょっとまた難しいかもしれないですが、これによってこの作り方を、作りながら自分のサイズ、自分のこの高さ、そういうのを作っていただければなと思います。ホームセンターなんか今木のカットしていただく、ホームセンターがいっぱいありますから、ですから自分の長さをですね、この作り方をしながら調整してやっていただければ、自分に合ったサイズ、自分のパフォーマンスに合わせたサイズで作れます。やはりマジックのテーブルとかですね、自分の、スタイルに合わせて、自分のサイズ感に合わせて作っていただくのがベストです。まあ、そういうテーブルっていうのはですね、市販品には売ってませんから、でこういうふうにやっぱり自分で作っていくっていうのはやっぱり、楽しみじゃないかなと思います。まあ、今日はですね、こんな簡単なテーブルの作り方を、解説しました。